日本防衛省はアメリカでさえ断念したレールガン開発を加速するために238億円概算要求で研究費を計上しました。近未来兵器電磁砲に今回は詳しく深掘りしていきます。実は低コストで運用できるのですが、ここには次世代電力発電も同時に開発しないと。対中政策で日本は世界屈指の危険地帯に位置していることを認識しておきましょう。中国の崩壊がもう目前に迫る中、別班の任務で日本は大きなテロがないのか、いやテレビの話でしたが、日本は今後世界屈指の半導体の国へと変化します。国連を恐れるくらい。2023年8月末日に公表された日本の2024年度の防衛予算の概算要求額は7兆7385億円と、これまでの太平洋戦争後の過去最高額を更新し、現在の岸田政権が掲げる防衛力の抜本的な強化というメッセージ目標を具現化している。この総額7兆7385億円という2024年度防衛予算の概算要求の中では、新たな日本のミサイル防衛策としてその中核となるイージスシステム搭載艦2隻の新造などに重点が置かれ、総額で1兆2713億円が投じられる。また敵側の防空兵器の射程距離外からアウトレンジ攻撃を行うことを目的とした政府の言うところのスタンドオフ能力の獲得にもおよそ7551億円が割り当てられるなど、重要装備に傾斜した配分となっている。そんな状況下ではありつつ、今後実用化を目指す防衛装備品への研究・開発費にも、2024年の防衛予算の概算要求額の一部は割かれており、およそ238億円と総額の 0.003% ほどの予算化が行われた分野がある。これは、今年2023年年度の防衛省予算上でも計上された。電気の力を利用して砲弾を発射するレールガンの研究・開発費用であり、従来の火薬を使用する火砲と一線を画した近未来の兵器としてその可能性を追求するものだ。すでに防衛装備庁では試作品のレールガンの製作を行っており、2024年度の防衛予算の概算要求でも予算化を継続したことから、なんとかこの技術の実用化を果たしたいと考えていると思われるが、金額自体は決して多額とは言えないだろう。日本では一応このまま研究開発が継続されることが少額とはいえ、2024年度防衛予算の概算要求の中にも計上されたことで、レールガンの実用化を睨む判断を下したものと解釈できるが、まだまだ実用化の時期は不明瞭というのが偽らざる感想ではある。そもそもレールガンとは、砲弾を電気を利用したローレンツ勤む電磁気力によって射出する兵器の総称であり、どちらかといえばフィクションの世界の兵器として様々な作品に登場している近未来兵器だと言えよう。2019年の時点では日本以外にもアメリカやロシア、中国、トルコといった国々がレールガンの兵器化への取り組みを行っているとされてきたが、その中でも最大の軍事大国であるアメリカは早期の実用化を諦めたとも言われている。レールガンは構造的には至ってシンプルな仕組みであり、平行に配置された2本のレール上に砲弾となる金属片等を置き、2本のレールに電流を流すことによって電磁波を発生させ、その力を推進力として砲弾を放つという代物である。このように物理的、構造的にはレールガンの仕組みは比較的に単純であるため、世界で最初のレールガンは第一次世界大戦中の1917年のフランスにおいて、同国の発明家によって試作機が開発されたとめされている。さらにアイデアレベルであれば、実に1844年頃からレールガンの兵器としての構想は存在していたと伝えられており、第一次世界大戦や第二次世界大戦時にはドイツ及び日本でも実用化に向けた研究が行われていたとされている。ただし、第二次世界大戦時までの当時の科学技術力では、レールとその上に置かれる砲弾との摩擦の問題を解消できず、また砲弾を射出するに足る電流を供給するだけの電力源の確保が困難で、
実用化は見送られた経緯があった。しかし、ようやく1960年代に入り、レールガンで必要とされる電流を発電機の進歩でカバーが可能な状況となると、従来の物理的な策略を使用した砲弾よりも、はるかに高速で射出することが可能なため、再び研究が行われる。1980年代になると、旧ソ連との冷戦構造下で、膨大な軍事費をつぎ込んでいたアメリカにおいて、宇宙空間にまで、その作戦領域を拡大し、旧ソ連の核兵器を無力化し、完全な軍事的な優位性を獲得しようとする構想が打ち出された。これは、SDI、ストラテジック・ディフェンス・イニシアティブ、日本語では戦略防衛構想と呼称され、宇宙空間、地球の衛星軌道上に警戒、監視を担う偵察用の人工衛星、そして、ミサイルやレーザー兵器を搭載した攻撃用の人工衛星を配する計画となる。これらの衛星軌道上の偵察用と攻撃用の人工衛星と、既存の地上の各種の迎撃ミサイルを連携させ、旧ソ連が放つ核弾頭を搭載した大魔弾道弾を多層的に撃墜することが、当時のアメリカが描いた戦略防衛構想だった。このアメリカの戦略防衛構想は、当時、世界的な人気を博していた、同国のハリウッド映画、スター・ウォーズになぞらえて、スター・ウォーズ計画とも称され、核戦争の脅威をアメリカにとって無効化するという壮大な内容となった。折しも、この当時のアメリカは、旧ソ連を軍事的に凌駕することを前面に打ち出したレーガン大統領の政権の時代であり、戦略防衛構想は、1960年代から1970年代にかけて、ベトナム戦争の敗北から弱体化した同国を、再び、最強の軍事大国とすべく、打ち出した政策と言えた。ただし、この壮大に過ぎるレーガン政権が打ち出したアメリカの戦略防衛構想は、多種多様な旧ソ連が保有する核兵器をはじめとする兵器群に対し、予算上からも技術上からも困難な課題が山積し、実用化には疑問符がついた。しかし、アメリカにとって幸運であったのは、旧ソ連において、ゴルバチョフが1985年に書記長の座に就くと、すでに限界を迎えていた旧ソ連が、軍事大国としての地位から、急激に下降を余儀なくされたことに尽きる。やがて、旧ソ連は、1991年に自然崩壊に至り、長年継続されてきた冷戦構造が、一旦終焉を迎える運びとなり、実質的には実現が困難となっていたアメリカの戦略防衛構想も、最大の仮想敵国が消滅したことで、その必要性を喪失した。こうして、外的要因によって、幸いにも終焉を迎えたアメリカの戦略防衛構想だったが、その中で、攻撃型の人工衛星に搭載する兵装として、レールガンは、レーザー兵器と並んで開発が進められたという側面があった。戦略防衛構想は、旧ソ連の自然崩壊という外的要因によって推進する必要をなくしたアメリカだったが、そこで投じられた開発予算と研究によって、レールガン開発においては、世界の最先端を進んでいたことは間違いない。そのため、アメリカでは、今後の水上戦闘艦に搭載する兵装として、レールガンの開発を継続。2010年末には、およそ 10.4kg の砲弾をおよそ 2700m 秒で射出する実験に成功。目標に据えたおよそ 15kg の砲弾の射出も現実味を帯びる。その後2014年春時点で、アメリカ海軍は開発中のレールガンを高速輸送船であるミリノケットに搭載し、海上における実証テストを行うと発表していたが、2021年になると、こうした計画をすべて中止することが報じられた。アメリカ海軍がレールガン開発を中止とした理由は、その間に最大の仮想敵国となった中国が極超音速兵器の開発を加速させ、それらがレールガンより最大射程距離や迎撃を回避する能力において優れていると認識されたため止めされている。その一方で対する中国は2011年頃より、レールガンの開発を本格化させたとみられ、
2017年頃には艦艇への搭載実験を開始し、今年2023年中には海上における実証実験を終えて、近い将来に実戦配備する可能性が指摘されている。かのアメリカですら実用化を断念したとおぼしきレールガンを、日本が予算化を継続して実用化できるのか否かについては、個人的にはかなり厳しいのではないかと感じているが、防衛装備庁には何らかの確証があるのだと信じたい。